木下半太の風上りラジオ <laughs> はい日曜日の昼下がり皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、脚本家小説家そして映画監督の木下半田ですよろしくお願いします <laughs> はいえー、とね、えー、ゲストを呼びたいところなんですけどまだねコロナがこういう状況というところで、えー、本日も 木下ハンター一人でお届けしますのでよろしくお願いしますはいえー、早速ですねちょっと番組前にいろいろお知らせ的なことを言いますはいまずはこちらコロナ対策についてええ演者スタッフの検温は行っておりますとで換気50分に1回行っていますで番組入れ替え時に、えー、スタジオ内すべて食堂消毒していますねはい で除菌機器を導入してますで鳥越ズずり FM スタジオは、えっと、窓がありましてこっちにね窓があるんですよ。であのー、緊急車両のサイレンとか台東区の緊急放送がマイクに入っちゃうんですけどもまあそれはもうちょっと生放送のねあのー、いいとこだみたいな感じで臨場感とともにちょっとお聞,きお聞き苦しい点があると思いますがご理解くださいいよろししくお願いしますはい。 そしてえ番組の質問はこちらまで !AzpanFM、えー、今回のね内容のあの質問とかもぜひぜひかあのー、皆さん今回ね今日居酒屋特集しようと思いますのでもしあのー、風呂上がりに行きたい居酒屋特集みたいな感じでおすすめの居酒屋があるよっていう方はこちらの方にどうぞお知らせください<ー>そしてですね、えー、番組応援の会 会員募集鳥越アズリ FM のこの番組が好きという方に朗報です番組のこの番組応援の会に入会することで、えー、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演などあなたも番組に参加できそうですはいあのー、詳しくはホームページからなんですけどもぜひぜひこの木下半太郎ホルアカリラジオの、えー、応援もよろしくお願いしまーすはい、えー、それでは早速行きましょうか あのー、ここ最近ねゲストがいないのでお風呂紹介してその後グルメ紹介ほぼほぼグルメ番組と貸してるんですけどもそれが前回、えー、前回は焼肉でしたね前々回はカレーそしてえっ、ー、と前回は焼肉立ちでしたんですけどあのー、東京とか関西とかの焼肉紹介してたら尺が足りなかったっていうぐらいちょっとあのー、グルメ 頑張ってやりますので <laughs> ぜひぜひぜひ <laughs> あの今日は居酒屋ですからね俺ガチで居酒屋紹介番組太田和彦さんの後釜を狙ってるのでぜひぜひよろしくお願いしますはい、えー、それではまずは本日の今週のかお風呂紹介からいきましょうえー、今日はねあのー、まず紹介したいのは今なんと品川区で、えー、とリバイスのねコラボやってるんですよ 品川区の銭湯が、僕が今脚本担当してる仮面ライダーリバイスのね、スタンプラリーこれ出ますかね今ホームページが。あ、これこれ、すごくないリバイスがね、これ、品川区の銭湯に行けば、このね、スタンプラリーの、これ、ルールはなんかよくわかんこれほぼ、これ裏面ですね。ここにスタンプを押して6個貯まれば、 あのタオルかなんかがもらえるんですよね。僕今2個です。<laughs> あの,あの品川区の銭湯、僕めっちゃ行くんで。そうなんですよ。まさか自分が一番行くエリアのあの銭湯でこういうことがやるっていうのはうれしいですよね。なんか毎回、あこれもらえるんだって。すごくないタオル。え、めっちゃ欲しいやん、これ。手ぬぐいや。オリジナルタオル手ぬぐい。 をもらえるそうなので、えー、品川区に近い皆様ぜひぜひ銭湯に通って手ぬぐいゲットしてくださいいいねこの手ぬぐい欲しいね絶対俺もあのまっ、あ、すぐ行きますけど俺はえー、いいなはしごでもいいですね銭湯はしごしてのであのぜひぜひ品川区で、ね、いいお風呂多いんですよ実ははい えー、こういう今催しもやってるので皆さん是非参加してくださいいいっすね嬉しいななんか自分がさせんとってさあのこういうポスターとか今やったらスタンプラリーのこれが番台に置いてるのよもうなんいつも「これ俺客をやってるんです」って <laughs> 言いたくなる <laughs> 言いたくなるんだけどあんまりそういうのはねベラベラ言うのもあれやなと思って。 なんかおばあちゃんとかがねスタンプを押してくれるんですけどもはいそれでは今日はね品川区の銭湯を3つ紹介しますまずはこちらです出たもう俺が愛する松の湯ですこれはね品川の中延という駅から徒歩2分このねサウナすごいんだよこれロッ,キーロッキーサウナとかなんか言って すごいなあのー、ひ結構中も広いし木でできてなんロッジみたいな感じになってて、あのー、めちゃくちゃいいんですよでこれ庭があってこの庭で露天風呂も入れましてこの庭で外気浴もできます最高ここはねもう実はこれ昨日行きました俺 <laughs> あまりにも好きすぎてあのしょっちゅう行ってるんですけど ちなみに明日が休みです。もう見ないでも、定給料見ないでも私分かります。見てください。これ驚きでしょ。すべてのお湯が天然温泉。シャワーとかカランから出るお湯も全部温泉ですからね。こんなんないでしょ、なかなか。めちゃくちゃここいいんですよ。当然水風呂もね、あのー、天然温泉ですから。 そうでサウナでじっくり汗を流した後にここで座って太陽の光そして風を浴びながら外気浴をするんです苦見ながらねでここはロッキーサウナなんでロッキーって言うんだろうねえー、適度な温度と湿度を保つロッキーサウナでオートロールって言ってこのねあのー、石のところに5分に1回 水がバーンと落ちるんですよいやーもう見てるだけで行きたくなりましたねいや今日行ってから来よう,うを思ったんですけどちょっと今日は仕事してました <laughs> <laughs> こっちが女子のフォかな俺行ったことないですねこっちヒノキ炭酸風呂これ女性だと思いますなんかね銭湯によっては入れ替えとかがあるんですけどもあのこの松の湯さんはもう 男性女性女は固定でで入れ替わることができないのであのだから庭は男子だけの特権になるのかな女子の方もあるのかねないねロッキーサウナと庭園はこっちだねそうなんですあれもう一回上戻ってもらっていいですかあれ週ごとに入れ替わるって書いてるなけど俺 いつ行ってもロッキーサウナですけどね、男子。入れ替わってるのかな俺行ってない時に。そんなことあるまあ、固定されてると思いますわ。今、俺何回も行ってますけど、毎回庭園側なので、多分これは昔の情報だと思います。はい。えっとね、これね、あの、平日は15時からなんですけどもね、日曜はね、なんとは朝の10時からやってるんで、朝風呂行けます。で、ここはね、 いうサウナブームでもここ言うほど混んでないのでもうここ今穴場の超おすすめできることならあんまり教えたくない、えー、銭湯でございます松野さんでしたはいそれでは次の銭湯行きましょうやだ武蔵小山温泉清水湯ここすごいですよここは もう書いてますけど、東京にいながら2つの天然温泉。あのね、源泉がね、2つあるんですよ。やばくないですかこのね小の、黄金の湯黄金の湯黄金の湯と黒湯この2つの、あのー、温泉が出てるんですけど、なんとこの黄金の湯に関しては、源泉かけ流しです。薄めたりしてないんですよ。東京で 銭湯料金でかけ流し入れるんですよここは本当にまあ僕がおすすめしなくてもこれもう超有名超人気銭湯なので実はねもうコロナ前なんかは人がいすぎてもうなんていうんですかねうもうサウナ入るのも温泉入るのも並ぶぐらい人がぎゅうぎゅうやってからあのー。 ちょっとコロナ前は経営してたんですよね。行っても人多いしなみたいな。でコロナになって今その皮肉にもやっぱちょっとお客さんがね今少なくなって非常に、あのー、入りやすい銭湯そしてマナーも良くなってちょっと多い時はねやっぱマナー悪いお客さんもいたんですけど今は本当に適度にお客さんが入ってマナーもちゃんと守られてるようになったので。 本当にね、あの、この番組で何回も言ってますけど、やっぱマナーだけをね、守りたいですね。もう、みんな裸で入っている場所なんで、本当にもうね、みんなでお風呂入ってるので、そこはマナーを守らなあかんなっていう、あのー、まず、喋らないことですよね。今の時期は。沐浴って、どの線と言っても今、沐浴お願いします。会話は。 しないでくださいって貼っっててるんですよだってマスクしてないんだもんお風呂入ってる時けどね最近増えてますねやっぱその友達同士で来てやっぱ気持ちいいし大温に入りながらサウナ入りながらペチャペチャ喋ゃってしまうんですけど、まあ、なるべく僕も注意するようにするんですけどそこのマナーは皆さん守りましょう本当に頼むよそうしないとねやっぱサウナ中止とか銭湯も休みとかなりますので みんなで協力ししていきましょうあとあのサウナとか風呂で雑誌とか漫画は読むなもうふやふやなってるのを横で見られてたらこっちやっぱ気分良くないねもうゆっくり入りたいのに横で漫画とか雑誌を読んでたらあのそれ持ち込まんでええやんそんなお風呂に本はひどいやつはスマホ持ち込んでるやついますけれどもさすがにスマホは。 俺も本当に何回しか見たことないけど結構雑誌をとか漫画を平気で申し込んでるやついますのでそこの辺はちょっとやめようねっていうことです実,実際サウナなんかねあんな暑いとこにあの印刷物持ち込んだら絶対良くないしそこら辺はマナーを守りましょうそしてここの清水湯2つの天然温泉がある品川ここは武蔵小山ですあの 清水湯に入った後武蔵小山ってすごい長い商店街があるのよねでもそこでいろんなご飯も食べれるし本当に俺あの武蔵小山に住みたいぐらいあのここの温泉大好きだしもしょっちゅう行ってるのでああすごいですね2代目勝負に出て温泉掘り当てる掘り当てたんですね2代目がすごいないや勝負に出てってことは下に 下に温泉がなかったかもしれない三代目太郎リニアルして二本目の温泉を掘る <laughs> 超面白いなこれなただ,んだんこのあの歴史、えー、うわガチで掘ってるね温泉やぐらそしてこの黄金の温泉源泉を当てたのかこれ,これあれどうやってわかるんやろこの下に温泉があるぞっていうの なんか調べてやってんのかなすごいこんなんか書いてますねなんか宿要素星になりました含む要素星になりましたへえまあまあここはね本当にあったまりますよガチの温泉なので行ったらあったまりますここは疲れも取れます隅々まあちょっとコロナが収まったらまた人めっちゃ増えると思うけどね今のあの中野にある松本湯 松本湯なんてそっと並んでますからね行列できて銭湯の外に並んでるっていうぐらい今松本湯人が多いんですけど多分この清水湯もお客さんは爆裂に増えると思いますが逆に今は狙い目なので皆さん是非、えー、足を運ぶなり近所の人は行ってあげてください今銭湯どこも経営苦しいのでね皆さんで銭湯文化を支えましょうはいそして品川区おすすめ最後の銭湯はこちらです 銀座温泉。これもね、一回ここで紹介したんじゃないかな。ええー、ここも温泉なんですよ。銭湯の料金ですけども、温泉です。ここも黒湯ですね。ここはね、あのー、しょっちゅう入れ替わりがありまして、僕、二つとも入ったことあるんですけど、ここはいいですよ。月の湯とやろう、なんやろ。なんやちょっと見えへんな。月の湯と日、陽の湯。んでしょうね。 月の湯と陽の湯、日の湯。はい。で、月の湯は、えっと、天然温泉が、えー、内風呂ですね。で、日の湯が天然温泉が露天の方にあるんですね。どっちとも露天がありまして、どっちともサウナがあります。で、月の湯はコンフォートサウナで、ね、 えー、日の湯の方は赤外線サウナなんですけどここも人気ですよめちゃくちゃ人まあめちゃくちゃまで行かないかけどいつ行ってもね人はいましていいここめちゃくちゃいいんですよ本当におすすめここあの戸越銀座ってね僕最初は東京に大阪から来た時に一番最初に行った商店街なんですけどまあ長いごっつい長い商店街があってそこの途中にあるんですけども ここもやっぱ銭湯入った後に商店街すぐあるって嬉しくないですかあれなんですよ。中華もももああるるるししラーメンも食べるし居酒屋もあるなんかせっかく銭湯出たのにあのポツンとした銭湯で、ね、周りに飲食店が少なかったらえどこで飲もうとかどこでご飯食べようってなるんですけども戸越銀座に関して,そしてさっきの武蔵小山の清水湯に関してはあの商店街がめちゃくちゃ近いので。 サウナ飯、銭湯飯、風呂上がり飯には困りませんので、そういった点でも、この品川区の、あと、松の湯もね、この戸越銀座に近いんですよ。なので、そういった点でも、品川区でこの3つの銭湯はおすすめですし、僕は、あの、毎週、どこかにいます。<laughs> だいたい俺、週、多い時は4か5行ってるので、あの、ローテーションって、昨日ね、松の湯行ったし、先週は、 徳志銀座に行ってましたねのであのー、そろそろ清水湯にも行こうかなと思ってますので皆様 <laughs> 会った時はちょっとあのね <laughs> あんまりそのフルチン同士で会って挨拶をしにくいんですけども一回なんかリバイスに出てる分散役の西郷と一緒に風呂入ってたら「これカメライダーの人ですか?」ってフルチンで言われたので、ね、<laughs> あの。 <laughs> まあまあまあでもまあしょっちゅういますのでもし見かけたら声かけてくださいよろしくお願いします。はいというわけでこの品川区スタンプラリーいや楽しみですね。あの3月末みたいな,までな,んですよなので今が3月6日だからもうちょっと時間はあるけども結構急ぎ気味で 6, 6個回らなくちゃいけないしなんか同じ銭湯でも確かいいって書いてあったので。 ただ 2, 個2個以上は銭湯いかなんけど、同じ銭湯、あのー、のスタンプもありって書いてたのでぜひぜひ皆さんおっこれですねさっき言ってた救急車が入るってやつこれもこれもこのラジオの味ですはいなのでぜひぜひ品川区スタンプラリーリバイスのカメラ出ンリバイスとコラボのスタンプラリー皆さんも挑戦してください これツイッターで言ってないから、後でツイッターで言うを。はい。そして今日は、今日の銭湯ご飯、風呂上がりご飯、今日は居酒屋特集 <laughs> ました。今コロナ禍でなかなか飲みには行けないですけど、飲みに行ってもね、7時とか8時にラストオーダーになっちゃうっていう悲しい事態ではありますが、だからこそ銭湯、そして飲食店を応援したいなっていうことで、今日は、ね。 居酒屋特集にします。今、マンボウですけど、飲んじゃダメってわけじゃないですからね。飲みに行っても全然いいので。ただ、大人数で、べちゃくちゃやらなかったらいいだけなので、時間さえ守れば問題なしなので、本当に今、どこも苦しいので、ぜひぜひ、居酒屋さん、そして今日僕がおすすめする東京と大阪の居酒屋は、めちゃくちゃ美味しいので、あのー、ぜひぜひ。本当はもう、 何十個もあるんですけど紹介しのがとりあえず今日は絞ってまたこの居酒屋特集先ほども言いましたけどあの太田和彦さんの後が真似になってますので居酒,屋機居酒屋旅行機やったっけなんか旅行しながら居酒屋回るという仕事してはるんですけどあれはいい仕事じゃないあれをやりたいですよ俺もなのであのー、居酒屋特集はいっぱいしていきますこれからもまずは今日は第1弾ですはい それではまずは東京から行きましょうか。来た西シンさん。これ居酒屋なんですけど、いきなりパスタが出てきましたね。今のはしらすのパスタかな。これ,おい,しこれおいしいのよ。これ、あつぶ貝のガーリック炒めかな。今のはガーリックバターかな。ここね、下北沢にあります。ここも有名店は柿。 このホームページ素晴らしいな絶対行きたくなるなこれこれも何やろこれあマグロから押し寿司かなでもすごいねこれは多分しらすのペペロンチーノここね魚料理がメインなんですけどもとにかくメニューが豊富です お料理をチェックしてあ来ましたね。まあ刺身は当然ね。もちろんのごとく。いっぱいあるでしょう写真出ねこれかな値段もね、そんな高くないんですよ。庶民の値段で。下北沢ですしね。すごい。この数すごくないすごいでしょでとにかく魚のちょっと工夫した。 ひと手間加えた料理が美味しいんですよ。でねここのねおすすめがねえっ、ー、と締めに食べるイクラガーリックチャーハンっていうのがありまして、ね、出てこないかなビューって下行ってもらっていいですか サラダですねこれはえー、締めが出てくるじゃんご飯一品料理一品料理もスパゲッティもあってグラタンもあって居酒屋やけどそういうのもあるんですよ出てこないかなイクラガーリックちゃんただこれ文字しか書いてねえもんな <laughs> 何かないですかね写真ないかなあれ食べログでもないですかね あのね、ビジュアルをね、どうしようも見てほしいんですよ。いくら、いくらガーリックチャーハン。そうそう、それそれそれ。鮭の、鮭、鮭いくらガーリックチャーハン。この文字だけで美味しいのが分かるという、鮭いくらなんてもう鉄壁のコンビ、リバイスっていうね、リバイとバイスみたいなものだけど、そこを。 ガーリックチャーハンでやるという。恐ろしくないですかだからここ行ったらまあ腹パンパンになるんですよね。最後、鮭いくらガーリックチャーハン食べちゃうんで。あのもう3人、4人。今は4人で行けんのかなで行くことをおすすめします。これね、一人とか2人やったらね、食べきれないんですよ、午後。食べログとかもし写真があれば。あっ、ツイッターとかありますね。あれは あれないのかインスタやってないのか <laughs> なんか女の人できましたね今ね <laughs> <laughs> インスタやってないフェイスブックうんすごい鮭いくらのガーリックチャーハンを探す 番組 <laughs> <laughs> どんな番組いやでもねこれは絶対見てほしいあ来きたきたこれ食べログかなっていうと俺いっぱい料理あるでしょう当然この焼き魚とかもね当然美味しいんですよそして牡蠣も季節にはありますね季節によってはありますそんな中出てこねえなシャキーく 料理ってとこをポチッと押してもらったら多分料理にあのー、フォーカスされると思いますおさつま揚げも美味しいっすよねさつま揚げが美味しい店は間違いないですよね自家製のねあこれ今上あったんちゃうちゃうかこれちゃうかちゃうちゃう下下さあ今シャキらクラガリックチャーハンを待ってますさあどこに出てくるか ドキドキしてきましたね。シャキイクラガハリクちゃん <laughs>。ここで巻き物もあるんですよ。でカニにねつ,つカニ味噌とカニを詰めた集まってあってここ本当美味しいんだよな。グラタンねつぶ貝のグラタンじゃなかったかなカニグラタンだっ,っけこれ。うん、なんかねいろいろあるんですよ。さあそろそろ出てきてくれ。<laughs> サバのお寿司も美味しかったです。 さあじらすね鮭いくらガーリックじらすなこれ見てください鮭いくらガーリックチャーハンこんな贅沢な食べ物あるこれをね飲んだ後の締めで食べれるんですよニシンバ恐ろしいでしょただ もう腹パンパンになるのでぜひ3人か4人で行ってください <laughs> 1人2人ではもうここにたどり着けませんさっきいくらガーリックチャーハンまで、ね、ここはもう抜群に美味しいですはいああ盛り上がってたねこれすごいねまだこれ1軒目でしょやばいちょっと急がなくてもいいか急がなくても紹介できなかったのまた今度すりゃいいやはいじゃあ次2軒目行きましょう東京酒場金星 ここは正直教えたくなかった。渋谷にあるね、お店です。ちょっと場所はね、あのー、調べてください。あんまり言いたくないでここはあんまり来てしくねえな。ここ混んでるのよ、もうとにかく。予約取りにくいのよ。ここの料理も写真見ましょうか。ここはね、何がいいって言ったのね、 お惣菜のね盛り合わせみたいな最初にあこれ今料理が小皿がバンって並んでるでしょこのわかるそう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 並んでるでしょこれねそうそうそうこういう感じでお盆にね今日のおすすめのお惣菜をねこうやって持ってくれるんですよこれめちゃくちゃ素敵じゃないですか 多分これ一番下が紫芋のポテトサラダとかねだからこういうのを洒落た惣菜をねちっちゃい小皿にこう盛り付けてくれるんですよこれ2人ぐらいで行ったらもう最高でしょう金星さんめちゃくちゃいいですいや行きたくなってきたなあとはまあもちろん刺身とかもありますし 肉豆腐かなあれ、すごいおいしそうあれ肉豆腐すごいね暴力的なビジュアルやねこれすごいうわー <laughs> すごいなこれどて焼きかなんかこれ数字かすーごい肉豆腐ちょっと染み込みすぎちゃいますかねこれもうレンガみたいになってるよねこれすごっーいやあちょっとこの左のまた料理もお存菜の塊もほら お皿違うでしょ。ほら、違うでしょ。このその下も言ってみようか。日替わりなんですよね。これほら、多分選べたんじゃなかったかな。確か何種類かもお客さんで選べたような気はしますね。いつもなんかモレお任せみたいな感じで言ってますけども、はい、金星さんです。いやここもねコロナになってからね行ってないんで。 行きたいですねあちょっとぼーっとしてしまいましたはい次行きましょう <laughs> 次の紹介基本は金橋ですね次のお店をいきます <noise> 学芸<園>大 <laughs> 学ってひとひらこれはちょっとこれガチで俺行ってる店やからこれはほんまに言いたくないなここは見てこの店の名前 もう最高でしょ。ここはね、本当においしいですよ。マジで美味しい。今コロナからちょっとついてるけど、これはもうコロナじゃないときなんてもう予約取れない店やからね。メニュー見ましょう。見てやりましょう、メニューを。あ、メニューから食べログ飛ぶって、あれやね、親切よね。きたここはね、天ぷらがまずね、 食べれるんですよこの天ぷらさんあこれは惣菜ですねさっきさっきの店がありましたけど天ぷらそれですねこんな感じでね天ぷらをね目の前で揚げてくれるんですが安いんですよ 100, 100何円とかです下手したら80円とかもあったんじゃないかな天ぷらがね揚げてくれて食べれますしあこれもお総菜持ってやつじゃないこのおさこれ,これそれそれそれほらここまでお総菜をこういうふうに持ってくれるので とりあえずみたいな感じでこうやって頼んどければ料理待ちながらお酒飲めるというもう最高のお店ですよはいそして巻物もありえー、いいですねでここもね実はね締めのスペシャリストスペシャリストっておかしいけどスペシャリティがあるんですよここはね締めにね カレーが食べれます出た居酒屋のカレー,カレーなんであんなに美味しいんやろうこのカレーあ、ま、待って待ってこの右のね麻婆豆腐みたいなこ,これこれがやばいのよこここれね蠣です蠣の麻婆豆腐ここの店行ったらね絶対食べてほしい 柿が苦手じゃなければ辛いのが苦手じゃなければ絶対食べてほしいのはこのかきの麻婆豆腐これがねめちゃくちゃうまいのよあのある日本酒大好きな人が言ってた言葉なんですけど日本酒に一番合う料理なんだって時に麻婆豆腐じゃないいかっって言った人もいるんですよそれだけ豆腐と肉と辛いのであの辛口の,、ま、あの日本酒とね麻婆豆腐って合うんですよそこに柿を加えるという もうめちゃくちゃこれうまいんですよねそして僕ここもうしょっちゅう1人で行くんですけどハーフやってくれれるんですよこれ嬉しないあの1人で食べに行った時さ大体あの料理の量って2人前とかなんかそうしたらもう食べられへんからさ毎回俺1人で行く時は「すいませんハーフできますか?」って聞くんですよけどあ無理ですって断るところが多いんですがここのお店は どどのの料料理理もほとんどの料理がハーフにできますなのでここはお世話になってますねはいそしてここのカレーがねま唐揚げとかもめちゃくちゃ美味しいんだけど締めのカレーがあるんですよこんな料理を食った後に最後ねカレーを食べれるんですよ 出てこないかね。あ、これはもぽいね。これもハーフじゃないかな。カレーっぽいよね。そうそう、牛すじのカレーが食べれるんですよ。めちゃくちゃ美味しいんですよね。締めのカレーって書いてますね。締めのカレー、これね。美味しいんですよ。ちょこっと食べれるし、もうこれ多分ハーフだと思います。1人前ももちろんやってもらいますし、ちょっと1人前も写真じゃないですかね。 いやー締めのカレー美味しいんだよなぁ。他にもね、なんかそうめんとかも。あこれ、見て美しくないこのカレー。これか、かわいきくな,<ー>くなかなこれはさすがに。美しいでしょこれ、筋カレー。これがいいんですよ。ちょっとつけも横に置いてくれてね。いや、一ひ,ひらね、素晴らしい店だ,店だと思います。ここをしょっちゅう。ね、今はまあコロナ禍なのでいけてませんが。 あのー、行ってるのでまた見かけたら声かけてくださいねあ行きたくなってきた今日は行きたくなってきたなはい次行きましょう次のお店はまた東京です出たチリンボ新宿三丁目ですこのモダンな味わいのある内装を見てくださいここね あのー、店内に演劇のポスターがバーって貼ってあってこう昔から演劇人が通うお店として有名な居酒屋さんなんですがなんと僕監督した「ロックンロールストリップ」っていう映画があるんですけどそのロケ地でも使われましたここもねいろんな料理があるんですよやばくないですかこれここもねもうお刺身とかももちろんあるけど洋食も美味しいんですよ で僕が食べてびっくりしたのがまず1個目はトリッパわかるイタリア料理のトマトのボツのやつトリッパがこうオーブン料理に出てくるんちゃうかな爆発的にうまかったよなトリッパって書いてません書いてないかなトリッパこれもじゃあ食べログいきますかチリンボーを食べログいきますか 来たしたトリッパ出てこないかなあトリッパの前にこのオニオンスープオニオングラタンスープこれもうまい見てこれ居酒屋でこんなんが出てくるんですよ俺オニオングラタンスープってあのロイヤルホストのしか食ったことなかったんだけどここのグラタンスープは本当においしいこれもオーブンでやってくれるんじゃないかな熱々で 冬とかに行ったらたまらんやつですね。これにね、白ワインとか赤ワインを合わせるんですよ。いや、これめちゃくちゃ美味しい。しかもその高くないしね、これ。で、これと僕がいつも食べるのはトリッパといいまして、トマトソースをもつで煮込むという、逆か、もつをトマトソースで煮込むという、えー、っと、これじゃないですね。 今の中華っぽかったですね。いや、ここもね、あのー、和洋中。何でも出てくるんですよ。パスタもあったんじゃなかったかな、確か。こうパンで食べたりね。あ、来たこの赤いやつ。これ、すごくない本格的なイタリアのトリッパですよ、こんな感じ。モツが入ってて。これ、やばいっすよね。めちゃくちゃ美味しいのよ。これに、トーストつけてくれるのよ、パンを。フランスパン つけながら食べるとめちゃくちゃ美味しいこのトリッパに関しては赤ワインがおすすめですね赤ワインかハイボールまあ、ビールでも美味しいけどねこのトリッパーとオニオングラタンスープを食べに行くだけでもここはもうスーパー価値があるそして内装もねかっこいいし超おすすめの居酒屋ですっきりん坊さんです腹減ってきたな <laughs> この前回の焼肉よりも今日は時間かかってますいや居酒屋商介いいなマジでこの番組もフ風呂上がり居酒屋よねはいじゃあ次のお店行きましょうもつ焼き版出たこれも東京のもつ好きならみんな知ってんじゃねえかななんかレモンサワー発祥の店という噂もある 昔からある店なんですけど、ここでレモンサワーが生まれたらしいです。でみんなで、ね、絞ったレモンをね、積んでいくのよ、カウンターに。それで、あの、インスタ映えかなんかしたのかなそれで、なんか、めちゃくちゃ人気になって、コロナ禍の前はね、すげえ並んでました。今はね、そうでもないですけども、かっこいいですよ。まあ、レモンサワーは当然おすすめです。お品書き行きましょうか。店舗もね、結構あるんですよ。 もはどれも新鮮でで美味しいです豚をねさばいてねちゃんと部位も書いてますね美味しいんですよもうカシナとかシビれとかも最高やからねあレモンサワーがもう乗ってるでしょこれ本当にねあのー、すごいのよ,よこれグラスに焼酎ボーンって入れられてあとそのハイサワーっていう炭酸飲料ドンと渡されてあとレモンも自分で絞れと。 だから目の前にどんどん出されて絞ってレモンを入れて自分で割るという手作りけどまずそれがいいんだろうね流行ってる理由はこのレモンサワー必ずここ行ったらもうあのビールよりレモンサワー行っちゃってくださいそして僕の一番のおすすめはこの下にあるレバーカツですこれが美味しいのよ新鮮なレバーを揚げてかつねこれにね まあ、ソースつけて食べるんですけどこれもびっくりするぐらいうまいよあのその代わり熱々のうちに食べてください硬くなっちゃうんでねレバーはいやこれとねレモンサワーでね,ねやこれレバーカツだけでレモンサワーもう3倍ぐらいいけるんちゃうかなぐらいここのもつ焼きも当然美味しいけどレバカツ最初は食った時にでも衝撃やったからあのー、やっぱ関西出身で 関西は牛文化なんですよね牛た。牛をよく食べるんですよ。焼肉とかで。で、この豚豚もつ豚のもつをね、こういうふうに出してくる居酒屋は関西。今もちろんある。昔からあったと思うし、今もあるんですけど、東京の方がね、豚はね、美味しいですね。豚のもつを食べるならもいっぱいお店はあるんですけど、もつ焼き屋、紹介したお店あるんですけど、まずは有名な、 有名店のバなんか店舗一覧ありましたねちょっと見てみましょうかさっき店舗一覧そうですまず中目黒でしょ五反田五反田もたまに行きますね、はい、三軒茶屋、はい、下北沢います 高田のままおどんどんできてるね。そしてねあのねこれはどこまで行っていいかわかんないですけど、俺もまあ他人なんで遊天寺にもねバンがあるんですよ。全く同じ感じなんですけどもあの中目黒のバンとは関係ありませんみたいなのが店の中に貼ってるんですよ。遊天寺もでもバンなんですよ。だからもともとノレ分けしたのか。 わかんないんですけどもゆうてんじも美味しいんですよなのであのー、喧嘩してはるのかな仲悪いのかなわかんないですけどもゆうてんじも番はありますのでただここの中目黒の番とは違うみたいですがどちらとも美味しいあのー、もつ焼きを食べれますのでゆうてんじの番も今は大丈夫ですけど昔は偉い並んでましたので僕はどっちも行きますがどっちも好きですが なぜか中目黒という展示は違う店だっていうふになっておりますほんまに違う店かもしれないけどねまあいいやはいということでおすすめ版でしたはい駆け足で紹介してますがこれで東京は終わったどうなんだろう終わりましたはいじゃあ大阪をちょっとだけ紹介しようかなだってもうよあとねあと8分で終わるんだよビビっちゃうね すごい、ねうん、大阪1軒ぐらいにして次大阪特集にしようかな1軒だけ紹介しようかなせっかくやしねどれ行こうかな来たダイニングアジトーここねあの裏ナンバーと言いましてあのー、ナンバーの裏の方にあるエリアがあるんですけどもそこがねめちゃくちゃ流行ってるんですよ そこに美味しい店が集中しているっていう、いい店が集中しているというか、あのー、なんつったやかな。南海の方って言ってるかな。千日前通りがありまして、それを、あのね、えーね、南下するんですよね。そこに裏ナンバー。まあ、裏ナンバーって調べてるのら出てきます。そこにあるね、このね、居酒屋ですよ、これ。どう思うこれ。すごない。これ居酒屋、ね、あのなのよ。 こ,こ見て見てこれローストビーフの横にねお刺身が出てくるのよこれすごないでこれ俺が一番勧めたのこれ軟骨入りつく、ね、これがねビビるぐらい美味しいこういうちっちゃい何洋食屋さんとかで見るちっちゃいフライパンにそのつくねが出てきてうずらの卵をのっけてくれてたのよこれ で、その横でもパルマさん生ハムでしょで下行こう下行こう。カルパッチョもあるでしょ自家製カラスミですよで、ゴルゴンゾーラのトーストもありつつ、もうここ見る限り洋食やん完全に。でもね、刺身もあって、値段もそんな高くないんですよ。でもね、こういう店があるのが大阪のすごいところにもうやっぱびっくりしたもんね。ここ俺、東京行ってから大阪仕事の時に、 知ったんですよ。裏ナンバーも俺が東京行った後にできたから、ここ見たときにやっぱ、えーみたいな、おいしいし、安いし、みたいなのありますね。ここにはパスタが食べれるんですけど、パスタ出てこないかな出てこないか。居酒屋行ってパスタで締めれるって、あったあった うわこれ見てよ <laughs> おかしいやろもうこれこれはやばいよね他のパスタありますかいろんなパスタ出てくるんだよねあこれ左のこれサラダねサラダなんかパスタかの、えー、見てあっ来た来たほらわカルボナーラかなこれベーコン完全に洋食屋さんけど刺身も食えて机も食えるという そして値段もそんな高くないしカレーもあるのよほらやばい洋食屋さんのカレーだねこの欧風カレーはい <laughs> ここはいいですよでここねあのー、もう一回ホームページもらってもらっていいですかこのダイニングアジトさんも、まあ、あるんですけどスタンドアジトとかねこう左そうそう,う立ち飲みなんかなお立ち飲みっぽいね とかでスタンド味だったらさっきの料理をこれ立ち飲みに行けるのかなやばいねアヒージョもロねワインも飲んじゃってあ腹減ってきないいですねここ大阪でちょっとあのデートにも使えますダイニング味とはまあスタンド味とは立ち飲みなんですけどほらいい雰囲気でしょ あのー、デートにも使えますのでぜひぜひ皆さんここおすすめでーすはいもう今日はいったんここで止めます残り4分になっちゃったしゃべってたらねあっという間にもう時間たっちゃいますねはいえー、それでは来週のリバイスのちょっと予告だけ見て今日は降りましょういやー今日25話すごい反響があったんですけどちょうど物語が半分までいきました49話50話 あるんですけど1年間で今日25話で半分まで行って衝撃的な展開が今日ありまして反響も凄まじかったんですけれども次26話もごっついことになってますんでぜひ予告編どうぞ「仮面ライダーリバイス」「俺たちがラスボスの親戚だと」て「それを語る時が来たようだな自分の悪魔は自分で肩をつけるよ」「俺が終わらせるキャラクター色々にしてる影を見 キャラクかげろうとそれを生み出したえっと主人公の弟の大事というのが直接対決するという感じですねこの予告ではいや一体どうなるいや本当にこの「仮面ライダー」をやっていやーこんなにね盛り上がるのかっていうやっぱもう50周年記念作品でそれに僕 いいききななりり抜抜擢擢されたんでですすけどもいきなり抜擢ですよそ,それまで東映さんとか特撮界隈とは全くねお仕事したことなかったのにあのー、いきなり「仮面ライダー描きませんか?」って来て抜擢されたのが一昨年のえー、11月12月ですかねでそっから企画会議を立ててお風呂。 お風呂場銭湯を舞台にしたライダーにしたいっていうのそこから品川区のスタンプラリーままででつなながりましたかからねすすごいいことじゃないですか去年の9月から始まってスタンプラリーが始まってねやっと半分まで来ましたがそれがまあ今年の9月で終わるっていうのもまたえ終わる日が来るのかっていうのもなんかすごく、あのー、感慨深いというか。 いや本当にあのこの間武道館の方でイベントがあったんですよ。「ライダー50周年」そして「戦隊もの45周年」の合体したイベントがありましてそれで、ね、あの自分が描いている「仮面ライダーが」が武道館に出てきてどっか盛り上がるっていうのがいや何か「えっ、ー!」っていうそのいつも小劇場でやってましたん、ね、でちっちゃい50人とか100人入ればね いいっぱいの劇場でずっとやってた身からすると自分の作品が、まあ、僕は描いてるだけですけどもちろん作ってるのはね東映さんとかバンダイさんとか作ってますけど「仮面ライダー」っていうのは石森章太郎ねプロの,あのものなんですけども自分が描いた作品がやっぱ武道館でわーってしかもそのイベントのオープニングスカッパラでしたからね「東京スカパラになれそう」けどそれが始まって。 そしてエンンディングはダイス、レコード大賞を取ったダイスこの仮面ライダーリバイスの主題歌を歌ってるダイスのライブで締めるという恐ろしい曇り上がったイベントで本当に何か感動しましたね。 はいこう、というわけで、あのー、リバイスもよろしくお願いしますそしてこの風呂上がりラジオもこれからどんどんグルメ紹介になるなこれ多分居酒屋紹介になると思うので、あのー、頑張って続けますんで皆さん情報お待ちしてますんでこれからもよろしくお願いします以上でしたはい、えー、木下半太の風呂上がりラジオまた再来週バイバーイ